皆さんこんにちは。メタクズです。今日はアナコンダとフュージョンデスティニーを採用した、アナコンダティアラのデッキ紹介をします。環境的に立ち位置の悪かったデスペニですが今期は割と強く使え、ティアラを実質的に破壊することで実質にアド稼ぐ動きが可能になっています。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご確認ください。今回は展開型デッキではなく G を含めた誘発受けを良くしたタイプです。そのため大量展開をせずにウルカロス罠デスペニの盤面を目指します。マーレは初動として最も強力で霊のハート未使用でキトカロスを出せるので、5枚落としウルカロスまで1枚で確定させてくれるカードになります。今までの展開型の場合マーレ召喚よりもセアミンの方が通った場合強力でしたが、展開型でない場合はマーレの方が強いため今回は採用しています。地味な効果として2のエンド時に水族を回収する効果があるので、マーレを場に残しておくと落ちすぎたハーフミスを拾って妨害追加も狙えます。一応の R を止めれる可能性があるということでゲニウスも採用しています。ハトビリザードなどからゲニウスを落とせばノアールを一時的に止めることができます。あとはランダム墓地肥やしでさらっと落ちて止めたりもできます。リザードとゲニウスの2枚が受けになるのでそれなりには落ちてくれます。ですがこのカードで助かるシーンはそこまで多いわけではないので、あくまでおまけ程度に思ってください。たまにまくれる、ぐらいのカードです。今回はアナコンダデスペニギミック採用ということで、もともとティアラと相性がいいディアボを自然に採用できています。ティアラディアボで融合してデッドリー外から展開すると、ベアトリーチェを出すことができるのでこれで貫通したり妨害を作ったりもできます。ベアトリーチェはデッキのすべてのカードにアクセスができるので、罠を拾ったり融合したり白雪を落としたりシャドウルを落としたりなんでもできます。これでゲニウスを落とすことでネオテンペストのアグリゲーターのような、妨害を行うことも可能になってます。アナコンダは MD ではまだ禁止指定されていないので、無効系誘発を貫通してアナコンダに行くことで貫通するプランが取れるようになりました。デスペニで1ターン耐えれば返しの墓地リソースからキルが狙えますし、デスペニハーフミスなどでターンを返しても高い妨害力があります。相手ターンに起動したハーフミスの3枚落としが外れでも、デスペニで出てきたハーフミスを割ってしまえば確定融合ができます。その他使い終わったサリークを破壊して後続を確保したり、余ったハートビーツを割ってサリークを回収したりと多様な使い方ができます。デスペニやメタノイズからモンスターに触ってミドラーシュを着地させれば、大体のデッキは身動きが取れなくなるので、返しのターンにリンク召喚をつなげてアクセスからワンキルを狙います。それでは対戦の方を見ていきましょう。このデッキは冒頭でも紹介したように展開型ではないため、G の受けもかなり良くなっています。罠デスペニで返すと相手ターンに展開ができるので、ミッドレンジデッキのような戦いができます。対戦よろしくお願いします。今回はサリークとヒューデスをスビッチしてるので、かなり誘発の受けが良くなってますね。霊のハート召喚に G を投げられます。展開型だとここの G が結構きつかったりするんですよね。クライムをサーチしようと思ったんですがベイラーをもらってしまいます。ここはスビッチしたヒューデスから妨害を作っていきましょう。これでサリークと相手ターン5枚落としデスペニと G があるので、妨害の質はかなり高いですね。ビーストを引いてるのでミドラーシュも出せそうです。さらに包容まで食らってデスペニが無効になってしまいました。誘発めっちゃ入ってますね。前のターンにガンマの感じはなかったので G は最速で投げちゃいます。うららやハーフミスを早めに引かないとまずそうですね。ジリーはストリートをサーチされると人生が終わってしまうので、絶対に無効にするようにしましょう。ティアラは落ちませんでしたが白雪が落ちてくれたので、相手の手札が全部メモリーでなければ止めきれそうですね。まくりがストリートだったので助かりました。こっちの落ちも弱かったのでおあいこですね。これで白ピュアリーをオーラにしてヒメミアやアーゼウスを防ぎます。返しのターンの後続がないように見えますが実はあるんです。サリークとデスペニは後続なんですね。さらにデスペニの素材も墓地から展開できる効果があり、ヒロシークを絡めることができるので墓地にレイノが落ちてれば後続になります。サリークを割ることで精霊やレイノを回収できます。今回は殴ったらゲーム終わりそうですし適当にサーチします。こんな感じで墓地の融合素材だけでデスペニの上に、黒シークを立てて黒シークのリンク先にディアボをリクルートできます。こうするとレイノ等がいればキトカロスを立てながら、アクセスコードに向かって簡単にワンキルすることができます。BUNK を採用してないのでサイコエンドという、スーパーフィニッシャーはいませんがアクセスコードがその代わりになってます。これで全員で殴って勝利となります。幻影とかに近い感じの試合展開ですね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。次の対戦はピュアリー対面の高校になります。たまたまゲニウスを持ってたのでなんとかなったパターンの試合です。対戦よろしくお願いします。相手はピュアリーですね。ゲニウスペルレイノがあるので精霊で捨てれば足止めはできそうです。足止めした後はサロスなどで処理する必要がありますが、今回は罠をめっちゃ引いちゃってるのでちょっときついですね。使
タンバイリープでの R が出てきてくれると、かなり楽なんですが最近は何かの対策なのかリープを遅めに打たれることが多いです。ゲニウスの場合一番良いのはリープなしで、7素材の R が最初から着地してるパターンですね。ストリートを張られてる場合リープから出てきたの R は、ゲニウスの効果で対象に取ることができないのでかなり厄介です。相手はプランプ1伏せでインドですね。シャドウミストの後ろにあるマスクチェンジぐらいあの伏せカードが何かわかります。とりあえず早くリープ開いてほしいのですがなかなか開いてくれません。ベルレイを置いたら開くと思ったんですが相当我慢強いですね。最初から開いてくれていればサロスを使ってまくれましたがこの状況だと難しいです。ベルレイのでマイフレンド割っちゃいます。ベルレイのがない場合はここでハートビーツをサーチするといいですね。ここで吸い込み効果発動にペンリルを反応させることで、ようやくリープを発動してきました。相手はこれうまいですね。スリーピーメモリーの1ドローは捨ててますがここまでがめられると普通にきついです。バニモンスターが出る前にゲニウスを使えると封殺してから展開ができますが、ここまで展開してから出てこられるとサロスまで繋ぐのが難しいです。ゲニウス着地からディアボまで繋がりましたが、相手はゲニウスにチェーンしての R の効果を全部使ってきました。これで盤面と墓地リソースが全部吹っ飛びます。あとは相手がスリーピーメモリーで後続を引いてなければ、ってところですね。メモリーを引いてないはずがないのでおそらくは、ペンリルを超えれる手札じゃないんでしょうかね。ここで下級モンスターを引けたのでこのターンでボーダーを作ります。まずは下級で殴っていきましょう。そして2体でアナコンダを作りヒューデスの効果でデスペンを出します。これで腐ってたサリーフを破壊することでは何枚とも有効にできます。相手ターンにハウスミスを起動すればメタノイズとクライム両方使えますね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。最近ガンマが流行っていますがティアラはガンマに結構強いです。PUNK はガンマに弱いのでこのデッキの優位性とも言えますね。対戦よろしくお願いします。手札はかなり弱めですね。レイノは強いんですがレイノばっか引いても結構微妙です。ここでガンマもらってしまいます。なんか引かないとまずいと思ったので G を投げますが引いたのは G でした。サリークを切ることでシェイレインをサーチして展開を繋げていきます。ちなみにガンマですが別効果に当てた方が基本的には強いです。ここからリガンの効果で融合していきますが、今回はキトカロスではなくデッドリーガイを出していきます。ここからキトカロスに繋げてもルルカロスまでの保証はないし、罠カードも用意できてないのでレアサリーチェでの妨害を作っていきます。これでキトカロスを出すことでティアラ罠を拾って、相手ターンに合計3妨害を行うといった展開になります。場にいるのはキトカロスである必要がないので、落ち小屋しだけしておこうと思ったら5枚落ちがめちゃくちゃ強かったです。これでクライムまで拾えちゃいました。何気に6妨害ことができましたね。今回はミッドレンジ寄せなのでティアラ罠が多く採用されており、ハートビーチで拾える確率も高くなっています。ここでリダンの素材にピュアリー魔法が入ったので相手のデッキが、ピュアリーであることがわかりました。もうガンマは使われてるので G はすぐに投げちゃいます。ストリートはマジでヤバいのでカレードハートですぐに消します。ベアトリーチェはフリチェでカレードハート出せるのが強力です。本当は張った瞬間飛ばそうと思ってたんですが、チェーンをキャンセルしちゃってリリーにサリークが打てませんでした。サーチがマイフレンドなのでなんとか助かりましたね。マイフレンドすぎきしててストリートサーチし直しされたらまずかったです。これでサリークを当ててカレードハートを吹っ飛ばして、デッキからティアラを落としてミドラーシュを出していきます。ここであえてアニマのリンク先に出すことでアニマを誘います。アニマで消せるってことでアニマ出した後アニマを無効にすればロックがかかります。ちなみにティアラメンツのミドラーシュですが、ルークのようにメモリーにチェーンして打てるわけではないので、実はピュアリー流儀で超えられてしまうという弱点もあります。他の妨害もあるので基本は耐えれますがミドラーシュだけだと危険です。あとは返しのターンにまたリンクを繋げてアクセス効果からワンキルしていきましょう。カレードハートを残しておくとバックを剥がしながらワンキルに向かえるので、かなり便利です。カレードハートもかなり強いですね。もう打線は足りてるんですが特殊召喚が連鎖されるので、勝手にモンスターが出てきてしまいます。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。アナコンダティアラでした。爆発力は高くないですが安定感があり、ミッドレンジデッキが好きな人にはおすすめのデッキになってます。完全に制圧しきらなくてもリソースが残るので、返しのターンに繰り返し展開ができて一発勝負にならないのもいいです。
次回はシンクロティアラをまた更新したので紹介したいと思います。高校をちょっと強くできるプランを取り入れました。それではご視聴ありがとうございました。